ゼレンスキー氏、ロシア西部で92集落制圧と主張プーチン氏、領内から敵を追い出せと指示ウクライナのエイジニュースサイトキーウ・インディペンデントによるとボロデミル・ゼレンスキー大統領は19日ウクライナ軍がロシア西部クルスク州で続ける越境攻撃でこれまでに92集落1250平方キロ以上を制圧したと戦果を強調した。 東京23 2区の2倍にに相当するる。面積に及んでいるウクライナ軍は6日少なくとも4旅団計1万人以上の兵力を投じてロシア領を吸収したロシア軍に押されるウクライナ東部ドネツク州で戦況を好転させるためロシア軍戦力をクルスク州に引きつける狙いがあるとみられるクルスク州では12万人以上の住民が退避したとされ プーチン大統領は領内から敵を追い出せと指示を出している一方ロシア軍は19日ドネツク州の輸送拠点ポクロウシクなどへの攻撃を続けたロイター通信によるとポクロウシクの当局者は19日住民に勧告した退避の猶予期間は残り12週間との認識を地元メディアに示した 周辺集落を含め約5万3000人の住民が残っているという解説、プーチン政権が救わなければならなかった男の正体ロシア大規模身柄交換の真意保安局の元大佐とは8月初旬、米国やロシア、ドイツなどの間で大規模な身柄交換が行われた子どもを含む26人の身柄交換は 冷戦崩壊後で最大規模となったが西側が得た人数がロシア側の倍となるなどロシア側が譲歩したとも受け止められる内容だったロシア側が強く求めていたのがロシア連邦保安局 FSB のドイツでチェチェン独立派の亡命者を射殺した人物でプーチン氏の信頼が厚いと報じられているが2013年には ロシアの企業幹部を殺害した容疑で国内の逮捕令状が出された経緯があるその素性はプーチン氏が言う愛国者というよりはむしろ何らかの理由で国の汚れ仕事を担わされた元マフィアとの印象すら与えているしかしロシアでは汚れ役を遂行し成功した治安機関員は国が守るという暗黙のルールがある ウクライナ侵攻の長期化で、沿線ムードが高まる中、国内の引き締めに最重要の役割を果たす治安機関を重視する姿勢をプーチン氏が改めて示した可能性もある監視カメラが捉えた映像、やや荒い監視カメラの映像は、モスクワ市内の駐車場で、車に乗り込もうとする中年男性の姿を捉えていた。しかしか 中年男性には季節外れの厚着をした別の人物が自転車で近づいてくる危険を察知した男性は即座に逃げ出したが厚着の人物はマカロフ拳銃を取り出し中年男性に襲いかかった一度は失敗したがその後男性を追い詰め胸と頭部に銃弾を打ち込み殺害した自転車に乗り中年男性を襲った人物こそ 今回の身柄交換で焦点となったワジム・クラシコフ元大佐だ。子どもスクワでの事件が起きたのは13年6月のこと。クリミア併合前のロシアは当時、措置同期オリンピックを目前にするなど、社会・経済面で安定を見せていた時期だ。ビジネスに成功した企業経営者らがマフィアに殺害される事件は依然として珍しくなかったが、 この事件は多くのテレビ局が報じた。警察は14年1月、逃走したクラシコフの逮捕に向けて全国規模の捜査を開始した。ただ、その後事態は不思議な展開を見せた。オランダの調査機関ベリングギャットによれば、クラシコフに対する逮捕令状は15年6月に突如撤回されたのだ。その後、クラシコフの足跡は途絶えるが、事態は思わぬ方向に動き出す。 名前が変わる。ベリングキャットによればクラシコフに対し逮捕令状が出されたという事実そのものが当局のデータベースから消去されたのだここで彼の足跡は一旦途絶えるそして再び表舞台に出てきたのが19年のことだドイツの首都ベルリンの公園でロシア南部チェチェン共和国の独立派勢力の一員だった ジョージア人ゼリムカン・カンゴシュビリを白昼銃殺したこの時もクラシコフは自転車を使ってカンゴシュビリに近づき銃撃しているクラシコフはドイツの警察に拘束されたがそこで発見されたのはワジム・ソコロフという偽名が記されたパスポートだった生年月日も本来の1965年から1970年に書き換えられていたこれは明らかに ロシア政府が関与してクラシコフの素性を隠していたことを示している愛国者の解放を望むクラシコフが逮捕された当初関与を疑われたロシア政府は全くの言いがかりペスコフ大統領報道官と断じて政府の関わりを否定したしかし事態はその後大きく変化するプーチン大統領が今年二2月 米国人 TB 司会者のタッカー・カールソン氏のインタビューに答える形で米国の同盟国においてコーカサスでの戦争でロシア軍兵士らを殺害したローゼキ者を排除した愛国者の解放を望むと明言したのだウクライナ・クルスク州の支配地域2倍に拡大へ布石、川の主要な橋すべて破壊 西武川はロシア西部クルスク州を西へ流れる川だクルスク州の780平方キロほどの地域はこの川とウクライナとの国境に阻まれている今月6日6個前後の旅団と複数の独立大隊支援部隊からなる盛況なウクライナ軍部隊がクルスク州に侵攻してからほどなくしてウクライナ軍の陸軍や空軍は西武川に架か,かる橋を狙い始め これまでに3本を破壊した。侵攻部隊が幼稚のスジャ町をはじめクルスク州の780平方キロほどの地域を占領する中ウクライナ側がその西方の政務側と国境に阻まれた地域の孤立化を図っているのは明らかだ理由も同じく明らかだウクライナのシンクタンク防衛戦略センター CDS は18日の作戦状況評価で 側に架か,かる橋に対する攻撃とこの川の西側への前方部隊の進撃はウクライナ国防軍の目的がセイム側イ南のクルスク州一帯の掌握にあることを示唆していると述べているロシア側はそれを防ごうと躍起になっておりウクライナ側が橋を破壊するのと同じくらいのペースで新しい橋の設置を進めているしかしこれら仮説の不況。 ポンンツーン橋は常設の橋以上に脆弱だ政務側の常設の橋は16日に初めて落とされたスジャから西へ42キロほどのグルシュコボ町で政務側に架かるコンクリート橋がウクライナ軍のロケット弾攻撃で破壊された米国製の高機動ロケット砲システムハイマースが使われたと伝えられる翌17日 ウクライナ空軍はグルシュコボの西11キロほどのズバンノエ村で政務側に架かる橋を攻撃したさらに19日ズバンノエの西に位置するカリージュ村の橋も破壊されたロシア軍の公兵部隊の対応は素早かった16日にグルシュコボ近くで雪橋を架け17日までにグルシュコボとズバンノエの間の箇所にもう一本架けた 浮橋は高級的な橋ほど耐久性も輸送力もないが他のトガ手段が水陸両用車ぐらいしかない場合は実際に役立つ問題は軽くて薄い浮き橋はコンクリート橋よりも破壊されやすいことだウクライナ軍が4日で常設の橋を3本破壊できるほどの監視・攻撃手段をこの方面に集めているのであれば同じ地域に現れる 仮設の橋を破壊できなないい理由はないだろう実際ウクライナ側はロシア側が設けた「浮橋の1本をすでに攻撃したようだ」。米航空宇宙局 NASA の熱探知衛星のデータに基づく資源管理システムのための火災情報によると「浮橋が架けられた地点で19日に火災があった形跡がある現在の新興地域に隣接する」。 かなりの広さの一帯を孤立させるのにウクライナ側が常設仮設の橋をあと何本破壊すればよいのかは不明だしかし状況はかなり進展している可能性が高い商業衛星画像を見る限りウクライナ軍が16日から19日に落とした3本の橋がこの地域の政務側にかかっていた主要な橋のすべてだったようだロシア軍は現在政務側を渡るのに 浮橋に全面的に頼らざるを得なくなっている可能性もある。